こんばんは。11月3日午後1時になりました。第210回ですね。しゃべくりより松代の時間になりました。今日の松代というよりですね、今日は私仕事だったんですね。それで先ほど仕事から帰って、さて夕刊見ようかなと思ったらね、やっぱり今日祭日で夕刊休みだったんですよね。というようなことで、なんか自分が仕事にするともう休みっていうなんか感覚がずれてしまうんですけども、ではその松代の温度なんですけれどもね、昨日はだいぶ最高気温20度以上でね、だいぶ暖かいというより暑かったぐらいなんですけども、今日、予想最高気温14度って言ったんですけども、なんか暖かったですね今日ね。というようなことですね。このしゃべくり松代、いつもの通り生放送でお送りしております。ということですね、今日はですね、松代で民話を執筆されている青木貞元先生においでいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、実は私ね、この先生ね、青木貞元先生と申し上げたんですが、実は私ね、中学の時の恩師、担任の先生なんですね。私今日本当に緊張しております。よろしくお願いします先生。だぶねドキドキしてるんですよ。よろしくお願いします。ということで、まあね、のこと言ってらんねんですけども、先生、民話ね、執筆されて上司されてるんですけども、先生、そもそもその民話書かれたっていう、作られたっていう、そのきっかけっていうのはどんなことなんですか？そうですね、私今から60年も前なんですけどもね、小学校の初めて教員に採用されたのが、飯山線をずっと新潟県境に行った山の天秤の小さな小学校でした、実はそこでね、なんかもらい風呂なんていう下宿生活、もらい風呂で、よそのお宅に、そうなんですね、隣近所のね、お家へ行っちゃ、なんか見せても風呂に入れてもらったりして、そして地域の人たちと交流をしたと、こういうことがありまして、お年寄りが私たちをみんな集めてね、そしてお風呂から上がった後、昔話をうんとしてくれたんですよ。そしてその土地に残るいろいろな話、私興味を持ちましてね、本当に懐かしく、そして小さい子供の頃思い出しちゃったんです。そしてそれからもう一つね、私小学校の1年生の担任になったんですけれどもね、その時にね、子供たちが方言を使っておりまして、先生、ほら今日はないでないで、なんだかさっぱり分からなかったですよ。雪いっぱい降ったから混むで、分からない、ね、あるいはないでかい、ないでやかい、ないでかい、ないでかい、ね、くたびれたかい、こんなような、ないでって言うんですか、ね、ないでやおい、というのは、民話の世界っていうのは、このお年寄りから話を聞くことと、それから方言、これが一番大事なことじゃないかなと思いました、今考えるとね。そこで実は民話に取り憑かれてしまいまして、取り憑かれた、それからね、県内あちこちの学校へ行くたんびに、その土地に伝わる話をいろいろお聞きしてたんですよ。そして昭和何年ですか、今から30数年前、31年くらい前ですかね、松代へ帰ってまいりましてね、ちょうどその頃松代はたまたま高速道路が通るだとか、あるいは新幹線が来るとか、古い文化が失われつつあるような気がしまして、私、ああそうだ、60年前に民話に接したあのことから、一つぜひ松代の民話の、再生といいますか、当時民話の美の字もなかった時代ですよ、松代の中はね、古文書なんかいっぱいありましたけれども、だからそこで私、古い民話を現代の人が分かるように再話といいますけれども書き始めたんです。私は平成5、6年くらいまで再話、いろいろなところのお寺へ回っちゃね、お話を聞いて、そしてそれを書きまくりました。そうなんですかね、今も、そしておかげさまでね、まあ今この年になってもまだまだ、実は松代町内の皆さん方に、ぜひ話してくれと、こういうことで、今出していただきましたこの写真もそうですけれどもね、近くの水上台の皆さん、それから清野の大村の林正寺というお寺がありますけれども、
さらにこれは須坂市の公開講座といってね、これ大きな150人くらい集まる会議でしたけれども、そこのところでも話をさせていただきまして、まだ現在私掘り起こしあるいは語りをし続けております。ああ先生もたくさんそこら中でねされてるんですね。ありがとうございます。あで先生いくつぐらいこの民話書かれたんですか。そうですね、まあ歳話と掘り起こしを加えるとね、松代の民話では約70数話。あ結構少ないんですね、70数話。なんか何百かと思ったんで、いやいや70くらいというとそうなんですか、かなりありますよね。それからあの北信全体八代とかいろいろこの地方ではやはり80話くらい掘り起こしもたくさんやりまして、合計150何話。ああなるほど。一応私書いておりますがね。じゃあ、はい、先生書かれた民話で松代が大体半分ぐらい、ね、そうですね。松代はまあ一番私のふるさとですからね、松代で育ったもんですから、松代は民話の宝庫と言われておりまして、文化歴史多いとこですから、調べればいくらでも先人たちの足跡はありますもんだ ね、はい。松代では今でもまだ小さなものですけれども、書きまくっております。あそうなんですか。先生本当にね、先ほどお話あったんですけども、はい、今もお忙しくてていらして、それでなんか有線放送とかテレビとかラジオとかにね、たくさん出演されてるってことで、はい、ありがとうございますね。有線はね、まず最初にやはり松代有線でした。平成5年ですかね、有線でぜひやってくださいというので、私松代有線をやりだしたところがこの近辺の八代、篠ノ江、若穂、川中島、各有線放送からいやーうちの方にもぜひ来てくださいと、こういうことで各有線放送へ行きました。それからテレビ関係は、おかげさまでまあいろいろありましてね、SBC とかあるいはテレビ新集なんかにも何回か出させていただきましたけれども、それからもう一つはね、真っ白民話をもう継続的にやったのは、FM 善光寺というラジオ局があります、はい、あそこであります。毎週1回の、はい、真っ白の民話をずっと、そしてそれが終わって北信一帯の民話をという、まあ私番組を担当しました。1年間、はい、あ毎週、はい毎週、厳しかったです。何十回もなっちゃいますね、今でもそのこれ撮ってありますけれどもね、懐かしい若い頃の声がいっぱい入ってます。じゃあ音楽効果も入れて、音楽、はい、ね、そうですか。またねそこら辺ぜひお聞きしたいと思うんですけども、はい、先生これが有線放送の、はい、それで100回記念というのでね、私こんな感激したことはなかったんですよ。民話をやっててね、八代有線、川中島有線から表彰状をいただきまして、総会の席上みんなの前で、なんか表彰されまして嬉しかったですね。でこれがそうで、これもありますね、はい、こちらもあるんですね、はい。これが八代有線ですかね。そうですね、八代も長いです。現在もまだ続けてやっておりますけれどもね。分かりました、はい、ありがとうございます。なんか先生に、ね、お話伺ってるとだいぶ時間も過ぎてしまうんですけども、先生身を測るときには何か注意して書かれてるとかあるんですか、はい、その皆さんにお聞きしたりとかあるんですか。そうですね、資料を大切にしながらね、結局あれですよ、書く筋書き、筋書き、そこで登場する人物の名前などなど、いろいろ考えながらね。あそれは先生がご自分で、こんな名前にしちゃおうとか、だから元の民話の姿は古文書、あるいはお年寄りが聞いたそれはそのまんま残しまして、それをこう現代調に引き伸ばすという、そういう私の書きっぷりなんです。やっぱり古いものを残しながら新しいものを、はい、新しいものをやっていくね。なるほど、そうすると受けるんですね。そうなんですね。そういうこと言っちゃいけないですけどね。あ、そうなんですか。だいぶね先生時間もなくなってきてしまったんですけども、はい、
まあ、先生ご自分で書かれた民話っていうのは皆さんあの全部ね全てあの愛着があると思うんですけども、はい、先生がお書きになった民話の中でこれは一番っていうなの一つありましたらぜひこちらでねちょっとお話、はいはい、紹介していただければありがたいと思うんですけれども、はい、あのですか私一番ね先生すいませんこれ今でもさっきはこれ先生あの書かれた本すいませんあのこれはねあの先生書かれた本なんですねちょっとすいません戻りますちょっとご紹介 しないといけない。はい、こういう本、それからこんな本もありますね。はい、それからこういう本ですね。はい、それからこれがあの DVD あるんですね。これが先生の DVD になってるんですね。何枚ぐらいになる？私の言葉が入ってます。ああ、そうですか。はい、ということで、はい、はい、すいません。戻っちゃって申し訳なかったです、先生。それではあの民話をね、はい、どんな民話を先生ご紹介いただけますか？私はね、各地区にいろいろのあれがありますけど、松代民話では私はね一番最初に、書くことを始めたのが明徳寺の酒飲み弥勒さんっていう話なんですね。明徳寺の酒飲み弥勒さん、うん、お蔵さんがいて毎晩毎晩酒をこうなんか買いにやってきたという、うん、そういう話なんですけれどもね、はい、で途中からですけれども私語りをさせていただきますけれども、はい、すみませんよろしくお願いします。酒飲み弥勒さん、何が酒だ、何が明徳寺だ、この嘘つき小僧め。徳兵衛さんはカンカンになって小僧を捕まえぐるぐる巻きにして土蔵の奥の柱に縛り付け、お前は一体誰だ、タヌキかキツネかどちらんだ。竹の鞭でめちゃめちゃに打ちながら攻め立てました。ここ苦しいよ、痛いよ、痛いよ、早く縄を解いておくれ。私をいじめるとお前の店なんかすぐ潰れてしまうぞ。こいつ何けしからんことを言ってるんじゃ。ますます折檻を加えて縛りつけたままもやへ行って寝てしまいました。次の朝早く徳兵衛さんが土蔵に行ってみますと、なんとあれほど厳重に縛っておいたはずの小僧がいなくなっておりました。慌てて外へ飛び出してみますと、うっすらと積もった雪に点々と逃げた足跡がついていました。これは閉めたと思った徳兵衛さんは、その足跡をたどっていけば小僧の居場所がわかるはずと雪の上の足跡をたどっていきました。するとなんとそれが町外れにある明徳寺の山門の中に続いているではありませんか。徳兵衛さんはそのまんま明徳寺へ飛び込み、和尚さんを玄関に呼び出しました。和尚さん、昨日小僧なんていないって言ってたけど、そんなこと嘘でしょ。ちゃんと足跡がここまでついてますよ。ゆうべまた来たので捕まえたら逃げ出しちゃって。いやいや、そんな小僧絶対おらんはずじゃが、お前さんが納得できんなら一緒に調べてみようか。というわけで2人は足跡をもっと詳しく調べたところ、足跡は山門を入って左手の弥勒堂の前で消えていました。和尚さん、あの小僧めこの中ですよ。二人は弥勒堂の扉を恐る恐る開けてみました。するとなんとそこには木造の弥勒様が縄で縛られたまま座っていました。そして弥勒様の方からはプーンと酒の匂いが漂ってきました。あ、ここなんとまあ。中に入った徳兵衛さんと和尚さんはびっくりして、そうか、お小僧さんは弥勒さんだったのか。二人は腰を抜かしたまま、酒好きの弥勒さんがお小僧に化けて毎晩松代の中町まで酒を買いに出かけてきたのだということを知りました。この酒好きの弥勒様は徳兵衛さんに縛られてこりごりしたのか、その後お堂からは一歩も出なくなったそうであります。その代わりに和尚さんは毎晩おちょこ一杯のお酒を弥勒様に差し上げることにしました。そしておちょこの酒は朝になると必ずなくなってしまったということであります。いやいや、ありがとうございます。素晴らしい、ありがとうございます。すいません、もう本当に聞き惚れての時間ね経つのを忘れたんですけども、先生もうねあの時間もなくなってしまったんですけども、一言最後にね松代の皆さんに一言だけあのお話しいただければと思うんですけども、お願いします。はい、松代は歴史の町ですしね、はいはい、先ほども言いましたように
あの文化の本当に古いところで民話の宝庫とも言われております、はい、で私たちふるさとの私たちは民話を通してさらにさらにふるさとの素晴らしさ、はい、良さ、真っ白の良さを知っていただければなとこのように思っております。あ、そうですか。先生どうも今日はありがとうございました、はい、どうも失礼しました。緊張、先生も言ってるのも緊張の方がいらっしゃるからちょっと緊張します。はい、はい、皆さん、ところで、これお知らせね。お知らせです。はい、お願いします。はい、このね、はい、今週の土曜日、はい、はい、11月8日、恵比寿松代市場っていうのがね、町歩きセンターで、はい、お下がりマーケットとね、あとね、忍者ウォークっていうのをやります。うん、忍者のちょっと格好してね、黒ずくめでちょっと来れば OK よっていう。で、町の中を歩いて、そ、うん、れで岩井神社へ。到着という形で、そうです、はいはい、ここでもってね、はい、恵比寿港のお祭りやってるんで、はい、うん、そこへまた参加するかなということで、はい、で町歩きセンターの中でもね、うん、この七輪でね、うん、サンマを焼いてね、みんなでポップコーンだとかね、いいね、あとはなんて焼き芋か、あ、そういうのもちょっとやったりね、いいね、そういうお遊びって秋だね、いいでしょ、これをやろうと思ってです、うん、ぜひ参加していただきたいな、はい、お先はちょっと岩井神社で、はい、お願いしますね、はい、はい、でところで、はい、皆さん、はい、来週予定は、来週はね、これ尾本さんに、尾本さん、うん、今日ちょっと、はい、はい、じゃあお願いします、はい、はい、皆さん来週、あ、いいですよ、宮沢さんちょっとやってます、はい、尾本さんお願いします、はい、来週尾本さん担当で久しぶりで、そうですね、はい、お願いします、はい、今日はね、はい、これから1週間後にキノコ博士というね、今ちょうどね、キノコの旬で旬ですよね。いや、実はね、それで私今朝ね、近所で会った人がね、キノコ持ってきてね、いやこれいいよなんて言ってね、いただいたんですけど、あ、すいません、余計な話、はいはいはい、まあ、そんなことでね、キノコ博士がね、はい、登場するわけですけど、はい、まあ旬のね、季節なんで、キノコのね、中毒だとか、うん、いろいろあると思うんですけどね、まあ、そんなこともご参考にね、ありますね、してくれればもうありがたいなと思いますね、この時期になるとね、キノコ中毒もたくさん出ますからね、そういう話もいただければ、そんなことも出ますので、はい、ぜひご参考にしていただけたら、はい、それでは来週のしゃべりましょう、どうぞお楽しみに、お楽しみに。